はい、皆さんこんにちは、榊篤史でございます。6時を回りました。8月の19日金曜日でございますね。タラタラとしてましたけど、6時まで若干ね風が吹いてきて、ちょっと涼しいかなという感じでございます。さて、ロイターにですねこういう記事が出ております。焦点、中国は転落しそうな流動性の罠、迫られる信用危機対応と。ロイター編集、3分で読むって書いてある記事大体長いんです。目だけでね読むんやったらね3分で読めるかも分かりませんけど、声に出して読むと多分ね3分では読めない。ちょっと読んでいきましょうか。中国人民銀行か中央銀行が15日に行った予想外の政策金利引き下げは政府が抱えるジレンマを浮き彫りにしている。それは当局は金融システムに潤沢な資金を供給して経済再生を図ろうとしているものの消費需要が依然として上向かないという構図。15日には1年もの中期貸し出し制度と期間7日のリバースレポの金利がというのは分からへんですけどね。それぞれ10ベーシスポイント引き下げられた。誤植してますよロイターさん。引き下げられたになってる。まあいいけど、10ベーシスポイントって多分 0.1 ですね。まあ別にやる意味あるのかなと思うんですけどね、 0.1 ぐらいやったら。だがすでに銀行間市場の金利がずっと低い水準で推移しているため融資拡大の効果はほとんど期待できない。ちょっと飛ばしましてですね、これね、ガルシア・エレロさんという方がおっしゃってることですけど、中小企業に融資している中小銀行向けに狙いを定めて流動性を注入するといった措置を通じて成長を押し上げる方法などが考えられると話すということは、今それをしていないということですね。で多分ですね、大きな銀行、国立のですね、国営の大きな銀行にガンガン金流して、国営企業にどんどん金使えというふうに言うてるんだと思います。はい。ファン氏という方、これはエコノミストロッキーファンさん。経済を蘇らせるには不動産問題の解決が必須になる。ただそれは茨の道だ。政府はモラルハザードの危険を承知で経営難に陥っている全てのデベロッパーを救済しない限り解決は見込めないと述べた。政府は今私が知っている限りというか、私いろいろ読んでいる限り解決しようとはしていません。民間で大きくなった恒大とかですね、ああいう集団というか企業たちですね、おいしいところは全部国営企業に渡してですね、いらんところは全部切って不良債権処理と、そっちの方向に進もうとしているように見受けられますけどね。だから全部助けるなんてことは知っていないわけですね。世界の金融政策の潮流はインフレを抑えるための利上げだが、中国はこれに反して金融緩和を進めるとともに何度も銀行に融資拡大を促している。銀行に貸せ貸せって言ってるんですね。それでも今年7月の人民元建て新規融資は急減し、預金全般の伸びは鈍化しており、いかに需要が低調であるのかが分かる。つまり企業が設備投資をしなくなってるわけですね。一方で中国の銀行システムには現金があふれている。同国で最も高額の通貨供給量である M2 各現金プラス預金は7月の前年比上昇率は 12% と過去6年間で最高に達し、上半期の家計部門の預金は10兆3000億元各個1兆5200億ドル。すごい結構な額ですね。まあ日本はね、まあそんなんですいませんけどね。1兆でしょ、1兆5、はい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 。
日本はだって2000兆円あるんですよ、家計の金融資産が前は、ジェフリーズのアナリストチームは企業と家計双方が過剰な安全志向となっているので、中国の銀行には驚くべきペースで預金が集まりつつあると指摘。15日の利下げは需要不足への対応だが、実体経済へのプラス効果は見込めないと付け加えた。飛ばします。最後の方だけ行きましょうか。資産運用会社銀河投資のチーフエコノミスト謝春氏は、利下げ後に中国10年国債先物価格は2年ぶりの高値となった事態に触れて、利下げは債券市場のお祭り騒ぎをもたらすことができただけだと指摘。問題は流動性不足ではなく、家計と企業が悲観的な見通しを持ち、自信が弱まっている点にある。典型的なバランスシートリセッションだと強調したということで、この記事は終わっております。要は中国がですね、流動性の罠に陥っているということをですね、言いたいんでしょうね。タイトルはですね、中国が転落しそうな流動性の罠、迫られる信用危機対応というタイトルなので、まだ落ちているとは書いていないんですね。でもこの現象は明らかに流動性の罠ですね。流動性の罠っていうのは何かと申しますとですね、景気が悪い時にはですね、金融緩和というのを行います。どうするかと言いますと、金利を下げてですね、M2 マネタリーベースをどんどこですね、流し込む。 M2 って言わへんの、マネタリーベースですね、マネタリーベースをどんどん流し込んで、ほらみんな金借りろってやるわけですね。金利安いぞって やるわけですね。で景気悪い時の金融緩和をやるんですが、あまりに下げすぎるとですね、今の日本ですね、ほぼゼロやんって、金利って0とか 0.1 とかですね、で金借りられるわけですよ、優良企業は。 あまりにも低いとですね、もうその金融政策がですね、景気対策にならないということですね。今の日本もそうですね、金余ってるやんって、銀行いっぱい金あるんですよ。で企業に借りてくれって言うんですけど、企業は嫌やって言ってるわけですね。借りるあてがない、借りる必要はないって言ってるわけですね。で、それをですね、しゃあないなって言って、安い金利でもしゃあないなと思って、国債買おうかなと思って、国債買うと今度はそれを日本銀行は俺が買うって言って、強制的に買い上げられてしまうわけですね。銀行大変やんっていうことですね。そういう状態、つまり金融政策がですね、景気対策になっていない状態をですね、流動性の罠というふうに言いますけども、今の中国はそれに陥っているんではないか、あるいは陥りかけているんではないかと。政府は一生懸命ですね、マネタリーベース増やして、ですね、銀行にオラ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 ってどんどん貸し合って言ってるんですけど、銀行はね、あれなんですよ、不良債権化するようなところでは貸し通らないわけですね。だから安全に構えてるわけですよ。で個人も企業もこれはひょっとしたらこれから不況になんでってもうなってるんですけどね、実際不況やでっていうことで非常に保守的になってるわけですね。そして今までやったら、おらマンション買え、値上がりすんでってどんどん、金借りてでもマンション買うでとか言ってマンション買っていたんですけど、それもやばいって言われましてですね、借りないと。だから手元の現金はどんどん銀行に預けると、銀行に預けてじーっとしとくんやと、これから嵐が来んでってもう来てますけどね。でじーっと待ってこの嵐をやり過ごそうと、かなり保守的になっていて、皆さんお金を使わないと景気は良くならないという悪循環に陥ってるんちゃうかということですね。多分ね、中国の経済ですね、改革開放が始まった1980年代からこっちですね、一回こう経済が止まったのは1989年の天安門事件の時に、世界的な経済制裁を受けて一旦止まったんですね。
でその次にですね、2008年のリーマンショックでですね、一瞬止まりかけたんですね。ところが中国は4兆元というお金をダーッと流し込んでですね、の世界経済を牽引して、いち早くリーマンショックから回復したんですね。でその後ですね、2015年あたりにですね、チャイナショックと言われましてですね、ちょっとバブルが弾けかけたんです。で景気がふわっと悪くなったんですけども、その時もですね、まあ、お金をちょっとつぎ込んだりいろんなことをして景気、あの金利を下げるとかね、いろんなことをやって乗り切ったんですね。 で今ですね、このとうとう不動産バブルが弾けてですね、でおまけにゼロコロナでですね、一般消費も停滞してと、でどうやら不景気やんと、おまけにですね、人口もですね減少に転じてるわけですね。そうでなくても高齢化がすごい進んでいるということで、悪い材料がいっぱい出てきてしまったと。でおまけにですね、この質の悪い経済成長をしてきたもんですからですね、そのインフラ投資がですね、今までのように経済成長を牽引役にならなくなってきてるわけですね。で負債ばっかり増えてるわけですよ。やばいでやばいでってなってるのが今で、そうなるとですね、一旦やばいでモードになるとですね、皆さんこう財布の紐を締めてなかなかこう出さないと。でいくら金融政策でですね、まあ、金利ね下げられないけど、ね、一生懸命下げてるんですよ。 0.1 とかですね、それでも効かないよ、これを流動性の罠というのよって、ね、初めて陥ったんちゃいますかね。あの資本主義っぽい経済にしてきて、だからね、当局もね、何していいかわからん状態だと思いますね。俺が資本経済資本主義注文なんやわかったかみたいな僕らから見るとそういうふうに見えますというお話です。一応このロイターのサイトを貼ってみますね。取るかもわかりませんけど、はい、皆さんどうもありがとうございました。